はい、ディープラーニングカフェです。この番組は自分の PC でディープラーニングを動かしてみようという番組です。はい、今回のテーマは文から画像を生成する2です。今回ご紹介するのは英語の文を入力するとそれっぽい画像を生成するディープラーニングです。このタイプのモデルは以前にもご紹介しましたが、今回のモデルは以前のものとは全く異なる技術を使っていて、表現力や生成スピードが大幅に改善されていますので、ぜひお楽しみに。これはモナリザがビーチで赤ワインを飲んでるという英文から画像を生成している例です。こんな風に実際にはありえない画像でも生成できるところが面白いです。まず簡単にモデルを見てみましょう。はい、これが今回のモデルです。最初に画像とその内容を表す文のセットを用意します。まず画像をベクトルに変換して段階的にノイズを加えて劣化させて純粋ノイズにします。そしてこの純粋ノイズから文の条件に合わせて今度は段階的にノイズを取り除いていきます。そして元のベクトルと画像に戻すことを学習します。学習が完了すると上半分は不要になって文から画像を生成するモデルが完成します。なお純粋ノイズは乱数で決めるので同じ文でも生成する画像は毎回若干異なります。それではこのモデルを使うとどんなものができるのかサンプルを見ていただきましょう。まずモナリザがビーチで赤ワインを飲んでいるです。ここではこの文で生成したいろいろな画像の中から3枚をピックアップして表示しています。次に雪山の春の花に刺す日の出です。自然の描写はこのモデルは得意です。まるで写真のような画像を生成していますね。次はマンダラ東京がデザインしたスニーカーです。エアジョーダンのハイカットでソールは白という指定を文で入れています。これもかなりリアルな描写ができていますね。次は写実的なスタイルで描いた馬に乗る宇宙飛行士です。現実にはありえない文でもまずまず画像生成ができています。次にピカソのスタイルで描いたゾンビです。みんなが期待した通りの雰囲気が出ていますよね。次にハンバーガーを食べるリスの絵です。A painting of という形にすることで絵画のようなタッチになります。次にサングラスの犬がプールサイドでカクテルを飲んでいる絵です。これも楽しい絵画になっていますね。次にピラミッドの前で微笑んでいるクレオパトラの絵です。これも絵画調になっていますね。次に銀河の終わりでピアノを弾くパンダです。こういうぶっ飛んだ組み合わせでももちろん描くことができます。次に冬の夜雪山の中にある小さな小屋です。今度はいろいろな映像効果を文で指定してアニメタッチの絵にしています。次に吹雪の村の夕日の絵です。これもいろいろな映像効果を文で指定してアニメタッチの絵にしています。次にスチームパンクな猫です。スチームパンクとは蒸気機関が高度に発展した世界観を表すワードです。これを使うと結構面白い表現になります。最後に
スチームパンクな女性心理学者です。 PG 心理学部の部長をイメージしてやってみたところ、結構ぶっ飛んだ感じになって面白かったので載せておきます。それでは早速自分の PC で動かしてみましょう。はい、用意するものです。まず一つ目が PC、 これは普通の PC で OK です。二つ目が Google アカウント、 Gmail を使っていれば OK です。三つ目が Google Chrome、 ネットサーフィンの時使っているやつですね。それでは概要欄にあるリンクをクリックしてください。そうするとインターネット上にある Google のマシンに接続されて、自分の PC でディープラーニングができるようになります。はい、概要欄のリンクをクリックするとこの画面が現れます。1番から順番に先頭の黒丸をクリックしてプログラムを実行します。時間がかかる部分は早送りを交えながら進めていきます。まず1、セットアップです。なお動作の途中でまだ操作中ですかという画面表示が現れることがあります。その時は私はロボットではありませんという項目をクリックして、対応してください。それでは先頭の黒丸をクリックします。警告が出ますがこのまま実行です。今自分の PC と Google のマシンを接続して、インターネット上にあるソフトを Google のマシンにインストールしています。黒丸が回転している状態はプログラムが実行中。この回転が止まると実行完了です。セットアップには少し時間がかかりますので、ここから早送りをします。はい、セットアップが完了しました。それでは文から画像を生成してみましょう。2、文から画像の生成です。プロンプトのところに英文を記入して実行します。ここではすでにプロンプトに A steampunk cat, デジタルアートと記入されていますので、このまま先頭の黒丸をクリックします。文から画像の生成には時間がかかりますので、ここから早送りをします。はい、文から画像の生成が完了しました。こんな形で、横4枚、縦4枚ですから計16枚の画像が生成されました。続いて3、画像のダウンロードです。先頭の黒丸をクリックします。今作成した16枚の画像をまとめて Google のマシンから自分の PC にダウンロードしています。このファイルを自分のデスクトップにドラッグ&ドロップすると、今作成した画像が自分の PC に保存されます。そしてこのファイルをダブルクリックして現れたフォルダーを開くと、ここに今作成した画像が保存されています。はい、以上で PC の操作の仕方の説明を終わります。いかがだったでしょうか。基本的に黒丸を順番に押していくだけで簡単に動かせることがお分かりいただけたかと思います。皆さんいろいろな英文で試してみてくださいね。ではまた。